大事だって。受験生はみんな問題児ですよ。面白いこと言うじゃない。先生、ん？女の友達なんているんですか？いるよ。美人ですか？美人だよ。やっぱり城南大学の人ですか？違うよ。結婚するんですか、その人と。そう言うんですよ。後で重幸と話してもらえば分かると思うんだけども、問題児でね。何ですか問題児って。ああ脅かさないでくださいよお父さん。あいつと俺と父と母とそれから兄貴も混じってちょっと奇妙なゲームが始まった。